頑張れよ、リカちゃん。俺たち雛見沢分校の部活魂を忘れんな。初代と二代目部長のお墨付きだからね。うんうん。やっぱりルチアの制服を着たリカちゃんも可愛いよ。お持ち帰り。ねえ、今は困るのですよ。黄色い線から下がってお待ちください。それでは行ってくるのですよ。深刻すぎだってさ、とこ。え、ちょっと、まだシオンからの伝言も伝えてない。お別れですわね。せいぜい一人ぼっちをお楽しみ遊ばせ。おあいにくさま、たくさん素敵な友達が作れるってあんたが教えてくれたわ。そうね、リカにお似合いの洒落た友人がたくさんできるでしょうよ。でもそこに里子はいないのよね。ええ、ここにもリカはいませんわ。私たちはこの宇宙でたった二人っきりの繰り返すもの。私たちは永遠だからこそ時には別離が必要なんですのよ。互いがアレルギーにならないために、二人の絆を確かめ合うために。それでもきっとあんたの姿が見えなくなったらすぐに探し始めるわ。あんたが追うなら私は逃げるわ。追うのをやめたらあんたが探すわ。あんたが北へ行くなら私は南へ、東へ行くなら私は西へ。いつか会えるわ。すぐに会えるわ。また何かの泣く頃に。